グレムリンは1984年に公開されたアメリカ合衆国の映画ジョーダンテ監督作品クリスマスに贈られた珍しいペットの飼育方法にまつわる騒動を描いた SF ブラックコメディである1990年ダンテ監督により本作の続編であるグレムリンに新種、タン、生が制作された発明家のランダル・ペル・ツァーは セールスのために訪れた街で、息子のクリスマスプレゼントを選ぼうと、チャイナタウンの骨董店のドアを訪れた。埃りっぽい店の中を物色していると、布で覆われたカゴから、歌が聞こえてきた。中を覗いたランダルはその生き物を、すっかり気に、入り、店主に値段を聞くが、店主に、もグワイは売り物ではないと販売を断られてしまう。しかし、店主の孫が、 家庭が貧窮していることを理由に逆に、もぐわいを買ってほしいと告げ、店主に、内緒で、ランダルに、もぐわいを譲ってくれた。ランダルは、もぐわいを連れて、家路に着くのだった。冬の季節を迎えているキングトンフェールズでは、豊かではないが互いに、思いやりの心を持った妻のリンと、素直に育った息子のビリーが一緒にクリスマスを、祝おうとランダルを待っていた。 もぐわいをプレゼントされ喜ぶビリーに、ランダルは、骨董店の少年と交わした、三つの約束を守って、育てるように約束させる。一家は素直で愛らしい仕草を見せる利口なもぐわいに、ギズモと名付ける。しかし、偶然の重なりから三つの約束は一つずつ破られて、しまい、そのたびに、田舎町で不思議な事件が起こる。とうとうその原因が、ギズモから分裂した。 いたずら好きで残酷なグレムリンの群れによるものと分かった。時には、街は、グレムリンの暴走で、パニックに陥っていた。ビリーとギズモ、それに、ビリーの恋人、ケイトは、グレムリンのリーダー格、ストライプ率いる、グレムリン軍団を相手に奮闘する。街の至るところで惨状を見せながらも平穏が戻った、キングトンに、あのチャイナタウンの老人が訪れ、ランダルとビリーに、 約束とはどういうものか分かったでしょうと語りかける。再び引き取られていくギズモの心にも、ビリーの心にも確かな友情が残っていた。老人は語る。いつか、君たちにももぐ合を飼う資格を得る時が来ると。ノベライズされた際に追加された設定によれば、何世紀も前、宇宙のはるか彼方にある科学が高度に発達した惑星で、 モグターメンという科学者が、どんな気候や条件にも適応し、かつ繁殖可能な、性格音話で知的な生物、モグワイを作り出した。モグターメン博士は試しにそのうちの一匹を地球に送り込み、そのモグワイがついてしまったところが台湾だった。そこで、中国人の老人に拾われて買われるようになった。モグワイが持っていたカキの欠点は、 博士も予想していなかったというが、それではなぜ骨董屋の主人がこの欠点を知っていたかは、不明である。手足の指は3本だが、手先は器用。調整されていたギズモとは違い、増殖したモグワイは皆個体差が激しいが、リーダーのストライプを筆頭にいたずら好きということは、共通している。モグワイの飼育の際には、以下の3点に気をつけなければならない。 グレムリンモグワイ変身後の姿。身長70センチメートル程度に巨大化している。頭部を覗き体毛がなくなった代わりに、全身が爬虫類を思わせる皮膚に包まれ、鋭い牙と爪を持つ。変身前と比べて一部を覗き知能は低下し、好奇心やいたずら好きはそのままに凶暴かつ悪辣な性格となる。 そのため、いたずらも除雪車で家に突っ込むなど人命に関わる、危険なものになるが、白雪姫の映画を楽しんでみたり、酒場で、ギャンブルやダンディズムに興じたりと、人間臭いユーモラスな面も多く見られる。ギズモをいたぶる場面があるのは、映画版2作共通。同志間で会話をしており、独自の言語を持つと見られる。加えて、コカやライトブライト、といった、幼児語。 初歩的で短い英単語も発している。グレムリンの劇中では数十匹にまで増殖したが、ビリーとケイトの策略により、映画館での爆発に巻き込まれ、リーダー的存在であるストライプを除いて全滅した。本作は、スティーブン・スピルバーグが、当時大学生だった、クリス・コロンバスの作っていた脚本を機に、入り映画化したもので、スピルバーグに見出された、コロンバスは、 スピルバーグ設立の映画会社アンブリンエンターテインメントに入社し本作公開の翌年に再びスピルバーグと共にグーニーズやヤングシャーロックピラミッドの謎を制作している映画公開当時は日米経済摩擦が問題になっており変身後のグレムリンは集団で自分たちに危害を加える日本人をイメージしたという説が噂されたこれは グレムリンがチャイナタウンに由来のものであることなどから、早期されたものであると思われるが、物語のラストで、ミスター・ウィンブは、ルールや自然との調和を重視しない人間を批判し、責任のない社会は希望のない社会。責任とは、大事が起きるのを見越して懸命な行いをすること。ことが起きた後でそうするのは経験であり反省だと、述べている。 ジョージ・ガイプによるノベライズ版によると、グレムリンは、外宇宙より飛来した存在イコール宇宙人で、あるという設定であり、ギズモは、劇中でのグレムリンのような悪意への衝動を、理性によって抑え込んでいるという描写がある。タイトルバックを中心とした広場の映像は、翌年公開の、バック・トゥ・ザ・フューチャーと同じユニバーサル・スタジオのセットである。本作では、 時計台の針を使うなどのアクションがなかったために意識されないが、後に発売された DVD 版スタッフキャストの解説によると、同スタジオで夜が舞台の別の映画も撮影中だったと語られている。別の映画が何であるかは明言されていないが、柱を立てて暗くしていたので、柱が映らないようにするのに苦労したともあるので、撮影は同セットを使用した。 同時期の映画だったことが伺える。そしてワーナーブラザース、ユニバーサル、スタジオと、配給元が違う、両作品に制作葬式として、スピルバーグ、キャスリーン・ケネディ、フランク・マーシャルが名を連ねている。また、予算は1100万ドルと1984年当時に、しては低予算だったと同じく語られているが、撮影所とわかるような作り物っぽさを強調した。 撮影方法となっているのは、同撮影書を使用した往年の名作をパロディ化したかったからだとも語られている。劇中、素晴らしきかな、人生。スピード王、ボディスナッチャー、恐怖の街、ディズニー映画、白雪姫といったクラシック映画がたびたび登場する。さらに、タイムマシーンらしき乗り物を、とあるシーンで見ることができる。2013年には、 本作のリブート企画の指導が発表された。セス・グレアム・スミス、デビッド・カッツェンバーグがプロデュースを務めることが報じられている。ありがとうございます。